コンサルや世間のコーチングは事情聴取、相手の思考から聞き出す。私は現場に行って検証する。昔ラグビーの日本代表コーチングしてたことがあって、まあ、その後、勝ったりとか、あとは、五郎丸がいた頃の中竹監督、龍二監督がいた早稲田の、2年連続関わって、まあ、おかげさまでその2年は無敗だったんですけど、その中竹監督に想像するとき戦略を練るんじゃなく、なるべくその目の前にいる選手と同じ表情をして呼吸するんですね。あいつはなんか調子崩すんですよね、どうやったらいいでしょう。思考で考えるのをやめさせました。調子崩してる選手の表情、姿勢、仕草を電話越しですけどね、やってもらいました。したら彼の中に何考えてますか。ああ、俺ここ何とかしなきゃまた失敗するなっていうことばっかり考えてました。 OK。 じゃあその選手が調子よかった時想像して、で、動きをちょっとやってみて、ああ、何この時彼何考えてた。あ、他の選手がどう動くかを考えてた。なるほど、彼は他の選手がどう動くか考えてる時は調子いいし、俺がどういう動きしようか考えてる時は詰まってたっていうのが体感なんです。これ、あの、何が違いますか、何が違うんでしょうねみたいにこれ質問じゃなく、親御さんよく分かってほしいのは、生まれた時のまんまの子供へのかかり方は一生通用しない。もうよくご存知ですよね。かわいいかわいい、1歳前までかわいいかわいいで通用するんだけど、あんな3、4歳ぐらいうざいみたいになるんですよね。調子がいい時はほっとけって思うし、落ち込んだら話聞いてよって思うし、相手の状況も変わるし、自分のかかり方も変えていかなきゃダメ。その時に私が教育論者でこうやってくださいって言わないです。答えは全てその怒ってる現場にあります。現場変革の現場って、怒ってる現場を再現しましょう。私はよく現場検証って言い方します。みんな事情聴取をするんです。コンサルや世間のコーチングは事情聴取、相手の思考から聞き出す。私は現場に行って検証する。こういう状態だとか、こういう状態だとか、こういう状態だとかに対して、お母さんがどういう関わりをするといいか。ここは情報を上げた方がいい、じゃああげましょう。あ、ここはちょっと寄り添う、あ、じゃあ寄り添いましょう。全部相手と自分を検証しながらどう関わったらいいか。で、これもうお仕事関わらず人生全般に使えるスキルですよ。あの、律して勉強したい、じゃあそれが手段なのか目的なのか。律して勉強すること自体が喜びの人もいると思うんですよ。あ、じゃあどうぞ続ければいいし、その先どうなったらいいか、その先どうなったらいいか、どうなったらいいか。散々しつこく何度も言います。言葉7%、ボディーランゲージ 55%、 口調声のトーン 38%、 つまり身体の要素が 55%、 感情の要素が 38%。 ここからコーチングしていきます。 7% のコーチング悪くないです。質問のコーチング悪くないです。でもボディーを使う、感情を使うコーチングはどれだけパワフルか。昨日お話しあった茂木さんっていうピラティスの世界ではすごく有名な男性、セラピストで、まあ、大体彼がやるともう女性ファンがわっと一気に集まっちゃうぐらい人気講師なんですけど、彼が独立したいってことで私のコーチングを受けました。で、彼はピラティスに関してはむちゃくちゃピカイチでスーパースターです。でも本人も言うけど、ビジネスとか経営は全く未経験。もともとなんか、サーカス団、サーカスだったんですね。サーカスで世界中回ってて、空中ブランコ乗ってる。要は体幹に関してはむちゃくちゃ研ぎ澄まされてるんだけど、申し訳ないけどビジネスに関しては多分全く分かんないし、あの、前職の会社とどう、あの、縁を切るかもうまくやれなかった。もうここら辺も全部コーチングしました。どうやったか。今まで の、 あのサーカスからピラティスの状態を体で表すとどうですかって言ったら、なんかやってくれですよね。こう今適当にやってます。なんかこういう感じで、こういう感じで今こういう状況ですと。なるほど、ここまでがピラティスとして成功する自分となると、次の動き、起業するとしたらどういう動きになりますかって言ったら、こうこんな感じで、何をやってんのかわからないけど、体の中にある自分の流れを出していくと、本人当然ビジネスはこうだよねって出てきて、ちなみに私どっちもわかんないです。で、やって散々やって、あげく俯瞰してみて、これは何言ったら、いきなりグループをせず個人をこうやって増やして、こっからグループ増やして、サロンをここで持ってみたいなのがすごく明確になってきて出てきました。一方、まあ、前職の会社も彼を離したくないんですよ。まあ人気講師だから。
で、前職の社長の立場に立ってどうして話したくないかも洗い出し、何があったら、じゃあ自由にさせてあげるかも洗い出し、自分としても何が欲しいか洗い出して、俯瞰目線でどうしたらいいか、そしてどうやったら相手に伝わるか、交渉術もコーチングしてきました。だから彼は円満退社したんだよね。戦略を一緒にコーチングしました。つまりこんな風に人が関わるものは全部ここで解決できるということです。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。